どうも料理の兄さん、リュウジでーす。はい、今回はですね、私、もうガチでね、うまい。おむすびの開発に成功しましてですね、あんまり見たことない。僕見たことないです、あんまり。はい。っていうですね、まぁ、ちょっと、ある、これおむすびにすんのっていう食材を使うね、ちょっと、面白レシピなんですけども、これね、味めちゃめちゃいいのですね、こちらですね、早速、もうね、本当にすぐできちゃうので、早速作っていきたいと思います。はい、それではですね、作っていきたいと思います。材料はですね、もうすげえ簡単なんで順に説明していきます。まずボウルにですね、温かいご飯、熱々のご飯を 200g ですね入れてください。ここにですね、このね、はい、このうまそうな生ハム入れていきます。これもね、包丁とか使う必要はありません。本当に一口大にちぎってください。細かめにちぎってあげてください。はい、ちょっと細かめなんだけど生ハムの感触がするぐらいなね、この絶妙なところを考慮してちぎっていきます。生ハムとご飯がね、この相性がいいんですね。ここにですね、バターです。バター 5g です。はい、黒胡椒、僕はね結構パンチを効かせたいので結構入れます。これぐらいですかね。で最後にですね、コンソメなんですけど小さじ3分の1ぐらいです、入れます。でこちらをこうバターを溶かしながらね、よーく混ぜていきます。よーく混ぜてください。こうするとね、この生ハムの香りとですね、バターの香り、あと黒胡椒ですね、香りがね混然一体となってね、めちゃめちゃうまそう。でバターとコンソメがね完全にご飯に混ざり合いましたら、こっからですねおむすびにしていきます。それではですね、お米は半分ずつ、これぐらいかな、もうちょいかな、まあまあこんな感じ。お、いいね。じゃあもう一個、じゃあ握り終わりました。はい、こちら盛り付けていきます。盛り付けていきます。はい、こんな感じですね。あ、かわいい。トッピングしていきたいと思います。黒胡椒、追い黒胡椒を少し、上から頂点にかけるとあればで結構なんですけども、上にですね、こちらのパセリですね、パセリをこう、パセリはね全体に散らすようにすると綺麗です。はい、こうしましたら生ハムすびの完成です。はい、それではですね、出来上がりましたので早速食べていきたいと思います。これね、まあ、僕試作した時にね、あ、これ来たなっていうふうに思ったんです。今回の出来栄えをちょっと試したいと思います。いただきます。このまま素手でいかせていただきます。いただきます。今年度最高おにぎり賞ですね、これね。非常に美味しいです。正直ね、僕おにぎりあんま作んないんですけど、要はですね、これ混ぜご飯なんですね。要はね、炊き込んじゃうと生ハムに結構火が通って普通のハムになっちゃうんですけども、これはですね、温かいご飯に混ぜ込むことによって生ハムの食感がすごく生きてるんですね。なのでめちゃめちゃこの生ハムの生感が出てて、すっごい美味しいです。それにプラスされるように、もう香りをですね、こう構成するコンソメとバターがかなりですね、この生ハムとすごく相性がいいんですね。これがですね、このおにぎりですね、ものすごいハーモニーかなって、これね本当に食べて、もらいたいです。あとそれをまとめ上げてるのはこの上にかかってる黒胡椒ですね、まあ、混ぜ込んでもいるんですけども、これがですね全てを包み込んでくれてますね。これもうめちゃめちゃうまい。これ本当に、まあ、僕ら生ハム好きだってのもありますよ。確かにあるんですけども、それを差し引いてもものすごいうまいおむすびになってます。これね、おむすび革命、これ多分ね、半年ぐらいね、どっか大手コンビニで出るんじゃないのかなっていうぐらいな、それぐらいの美味しさです。はい、ちょっとね、もっと食べていいですか。これめちゃめちゃ好きです。なんかね、味的にはめちゃめちゃピラフっぽいんですよ。生ハムピラフを握った感じなんですね。なのでこれね、おむすびなんですけど、すっごい洋風な味がしてですね、おむすび革命といってもね過言じゃないぐらい、これですね本当うまいんで、これ本当騙されたと思ってやってみるんですよ。僕これ大好きです。はい、それではですね、今回の動画作ってみたいなとかですね、美味しそうだなって1ミリでも思っていただいた方は、ぜひですね高評価およびチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。